こんにちは、みさきです。はい、始まりました、みさきの部屋です。はい、今日は前髪カットをしていきたいと思います。ちょっと伸びてきて自分で切る方もいるかなと思うので、ちょっとこの整え方だったりとか詳しく説明していきたいと思いますので、ぜひご覧になってください。それでは動画スタート。まず分け目を分けていきたいと思います。黒目の外側から延長線上に上に上がったところで取り分けていきます。上はだいたい三角形になるように取り分けます。余分なところはダッカールで留めていきます。まず3等分に分けていきます。大体でいいのでこんな感じで分けてください。眉間の間の部分から切っていくんですけど、前髪は伸びてくるとこうボサボサに毛先が伸びてきちゃうので、ここの少し飛び出てる部分を揃えていきます。髪の毛の毛先の方を持って櫛で溶かしていきます。この時にここの部分を引っ張らずに少したるませた状態で持ってください。毛先の不揃いな部分を揃えるように横でいいのでハサミで切っていきます。下ろすとこのように揃います。次に横の髪の毛を真ん中の髪の毛と一緒に集めていきます。この時に少し真ん中寄りに集めてください。横にずれていたりとかすると切りすぎちゃうので気をつけてください。また出てきている部分を揃えて切っていきます。下ろしてみるとこんな感じに縫ってます。この時に少しこっち側が長くなっているとバッチリです。反対側も同じように切っていきます。また真ん中に集めるように持って毛先を揃えるように切っていきます。下ろすとこんな感じです。また3等分に大体でいいので分けて、真ん中の髪の毛を今度は縦に引き出していきます。こんな感じです。この上に引き出した髪の毛を指の位置は変えずに少し下に持ってくると斜めに出てきます。ここの部分を切っていきます。この時にハサミは少し斜めに入れていきます。これを下ろすと少し毛先の方に軽さが出てくれます。左右の方も一度溶かしてみて、全体的に重さが左右も重いなと感じる人は同じように切っていきます。だいたい左右はそこまで重くなってないかなと思いますので、真ん中切ってみて微調整してみてください。一度全体を切ってみて、目にこの辺とかかかってしまう人もいると思うので、それは生え癖だったりとかが原因なので、まあ、ピンポイントで少しこの辺は切ってあげると邪魔にならなくていいかなと思います。ピンポイントで切るときは少し長いところを取り分けて櫛でしっかりと溶かしてから、ハサミを縦に入れてちょっとずつ
切って微調整してあげてください。横のダッカールを外していきます。一度溶かしてみて、つながりが悪い方はここを少し斜めに切っていきます。この時ハサミは下に向かって斜めに切るようにしてあげてください。はい、こんな感じで切り終わりました。今回は前髪が少し伸びてきて邪魔になってきた方向けの整え方をやっていきました。今の時期なかなか美容室行けない方が多いかなと思いますので、家でぜひやってみてください。バイバーイ。